さあ、始まりましたよ。始まった？始まったはずや。こんばんは。こんばんは。みんな元気でしょうか。皆さん、結構もうずっと待ってくれてたで、3000人ぐらいの方が。すいません、たくさやっぱり時間通り始まらないとか言われてます。ん。言われてたね。いや、ちょっと俺のボタンを押しても、ジュあ、ース始まった。こぼして、ほら、ボタンが戻ってこへんねん、なかなか。粘ってたボタンが。それ一刻も早くティッシュとかでうん。乗せて箸でこうやってやった方がええで。真面目に対策説明せんといてや。いや、ほんまにベッタベタなるで、それ。もう せマやジねん、で置い初期といのたファら。ミコンの四角ボタンみたいに戻ってこへんねん。いや、もう押しっぱなしみたいになるから。それ、何が？ iPhone？ いや、パソコンでやってんねんけど、一番そうなったらあかん、リターンキーとスペースキーが戻ってこへんねん、なんか。それやばいやん。戻ってこられへんようになるで。しかもスペースキーって音楽ソフト、使うときにめっちゃ使うねん、再生ボタンやそんかな吹けよ、はよ。ら。一刻も早く吸収性の高いもんで吹かんかいな。コットンでやるとか。いやもう大変やね、これマジで。ティッシュないの？で、一回吹いてんねやろ？ティッシュを濡らして拭けばいいんやけど、たまたまこの期間中は作業が多くて、それ拭いてる間にこうドロロってなるとか、まあスイッチ切れ、電源落とせばいいんやけど、なんかそれで我慢してやってしまったんやんか。そんなんで5分も遅れるか。ほんまかな思ったかな。ほんまにさっきこぼしたんかな思ったんや。いや、橋本、ニュースバー橋本、おもろかった。お疲れさん。あこから走ってきたんやろ？もう、まさにニュースバー橋本ってアベマでやってんのよ。それ終わって、すぐ、出て。んで、岸さんって今日出てた、元経済産業省の、元官僚の岸博幸さんね。が、実は格闘技のライジンの、なんか関わってはって、あ、そうなんや。えで、来週やったかな？ライジンがあんのよ。久しぶりに。ついに。で、出はんの。出るか！メガネかけて。細い。トークの時こうやって構えて、なんか柔術やってるらしいけど、ボコられるやろ。説明勝ちするかもしれん。いやいや、口で論破できへんね。右フック 打とうとしてきてると、ちょっと待ってもうていいですかとか言うてられへんから。一回話しようか、言うて。岸さんが、ライジンやってあって、来週のライジンの話をして、このカードはこうですね、みたいな話して、すぐタクシー乗って、今です。Now です。そうなんや。これ、だっていつも土曜日やるときはそのパターン多いもんな。俺も、ニュースバー橋本のスタジオと、重雄くんち渡り廊下でつながってんのかなっていうぐらい見事に間に合うから、すごいなと思って。いや、全然、なんか近いね。車ですぐやね。車でっていうか、タクシーで。前もタクシーで中継してギリギリ滑り込んだ時は滑り込めてないけど、あったもんな。だすごから、いな。もう、なんおやった疲られ今し日はたほん10時ま。半から10時まで生放送やって、岸さんと喋って、家帰ってきて、つまみも用意してるから。素晴らしい。ついまや、み用意しての今です。そんな橋本さんも岸さんもいんのに、アフターのそのトークもがっつりせんと、いや、僕2人世界あるんでっていう感じで 来てくれてるっていうことやろ？こんな俺らのために どうしようもない。やっぱりコロナもあるから、なんかアフターのトークとかないのよ、別に。ああ、そうかそうか、もそうう終わってね。すぐ解散みたいな。なるほど、なるほど。なので全然、もう2人世界命でやってらしもてます。命でありがとう。そっかそっか。ちょっとじゃあ今日も盛り上げていこうや。行きましょみんなで元気になろう。お願いします。う。ちょっとじじゃあ、ゃあ、2人、2人。西大くん、猪狩くん。2人でーす。はこんばんーい。イェーイ、もうは2ーい。お願い人、しもう2人の世界まが。ーす。こんばんは。よろしくお願いしよろします。く。
お願いします。お願いします。猪狩はそれ何隔離されてんの？大丈夫何か？それ。どうなってん？どこにいんお前どこんの？他普通にホテルです。ああ、そうか。急に生活感なくなったから。引っ越したてでまだ荷物入れてんのかなぐらい音楽感が。 ほんまに。レコーディングもろもろありまして、ああ、そういうこと？そうなんですよ。すごいな。GoTo トラベル活用してんのか思ったわ。ほんまに。そんな整ったレイアウトで出てきたらゲスト感すごい。どっかの CEO みたいな感じやで。ちょっと今日はここからシお送ンりプルさな部せていた屋だきまな。す。なあ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。高あ、橋さん、乾ほ杯んましに、よ。あれですか？ん？この二人世界に命かけてやってるんですか？かけてやってるよ。さっきなんか、この二人世界に命かけがちやるまって、そこだけ噛んでましたよ。いや、だから大事なとこで噛んだってことやん。大事なところやったっていうことやん。それだけ伝えたかった。なるほど、気持ちがちょっと前に行っ気ちゃった持ちが、感じですそうね。そう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 、ちょっと不そういう安になっ感じだっちゃったんた。で。普段高橋さんおしゃれやのに、今日おばあちゃんからもうお下がりっいてや、お前おしゃれやろ、今日も。いや、なんか、いや、上着のトップスっていうんですか、上着、上のなんかえ？首元の感じだから、おばあちゃん、いやいおや、ばあちゃんよう着てますね、それ。こんなおばあちゃん着てへんやろ、こんな。裏ちょっと V になってるやつ。おばあちゃん感。なんかおばあちゃん感あるわ。いやいや。優しそう。まあ、いろ、なんか代わりに宿題やってくれそう、算数の。誰がお前このちっちゃい台車押すねん、お前。おばあちゃんや何せおよ、ばあちおゃばあちゃん。はい、ちょっそんとじなわゃあけで飲み今物取ってき日はね、おまばあちす。ゃんと乾誰杯がおばあちゃんやねあれ？ちょっと俺も今日誰がオープニングの曲、時でかけるんすか？猪狩君やろ。そうなん？猪狩君かけてくれる。なんでなんで？俺そう用意してるんで。そうなの？あれのかけるシステムはもう猪狩君しかおらへんの。そうなの。話がぐっと上がったところで。上がった時に、ちょっと待って、ちょっと待って、どこにあんの？確かになんかみんなオペ前みたいとか、割烹着とか、いや、ほんま、後ろ前ちゃうとか。ほんまやな。オペ前ってうまいこと言うよな。あとなんか、ヘイヘイヘイやってんねんな、今。あ、そうね。ヘイヘイヘイにマンウィズが出てるのをみんな見てるとか。あ、せやせや、それと被りませんようにってみんな言ってたわ。あ、マンウィズとか、なるほどね。もう見ようか、みんなで。もうテレビつけいて、やいや、ここで。リモート見、リモート見する、リモート見。リモート見よかし。何やかんや、権利関係のことで怒られてる、ね。見たいし、もうみんなで画面だけ見ようにして。みんなは見たいよ。みんなは見たいねんで。あ、ホテル滞在中の手っ取り前、氷。そうなんですよ。これええよな。これにお酒ハイ入れボールてね。ね。一番ええやつやん。手取り前やな。これもストローでガンガン飲んだろ。ストローで行くの？酔っ払うで。なんかその方が酔えません？酔える。言うな。酔いたいの？もう、はい。酔いたいっすもん。酔っ払っていこう。よいしょ。イエーイ。西大工のそれ、超人ハルクが飲むやつじゃん。いや、違う、毎回言うけど。毎回言うてるやつ。色がね、色がこれそうなってる。沖縄のようあるやつです。ピッコロ大魔王がちょっと疲れた時に飲むやつじゃん、それ。違うっすよ。琉球やから。子供が絵の具洗った後のコップやろ。いや、違う、琉球やから。琉球やから。味思い浮かぶのが不思議やけど。あれでしょ、10円で粉買って飲むやつや、メロンソーダ。琉球やから、琉球やから。あれでしょ、ちょっと思いつかないっす。じゃあ言うな。琉球じゃあ走り出すな、お前。止まる。茂雄と、たくまの二人世界。Yeah.
ッグバイ。グッバイ。来た。決まったな。なるほど、こうやるんですね。これ、俺の役目なんですか、今後も。そうそうそう。マジですか。それもう、閉まってたらパスコード大変。顔こうやって。はいはい。ちょっと今後用意しときますね。いい猪狩君に頼んで、その役目。もちろんですよ。じゃあ、猪狩君。オープニングジングル、室長に室長室長に任命させていただきます。室長任命されました。もう5000人の方が京都でありがたい、うん、ありがたい。京都で飲んだんですよ。え、そうなんで、ちょっと行ったんすよ。おお、行ってきたん。うわ、ありがとう。閉まってたんです。マジで。あら、はい。え、誰と行ったの？行ってくれたんや。あ、なんか京都のジズっていうインストのバンドのピアノやってるキエちゃんっていうことちょっとご飯食べてて、うん、そうやな。で、あ、ポンちょっと行ってみよう言って、なんか閉まってて、雰囲気ある感じですね。そやね。めっちゃ良さそうな雰囲気の味のある。そやね。ジズ友達や言ってたもんな。うん、そうなんですよ。え、2人で行くってデートやん。ねえ、俺もちょっと気になったっすよ。え、これデートなんすか。いや、2人で飯行くのは2人で飯行くのはデートやろ。2人で飯行くのはデート。え、もつ鍋食べてね。2人でやろ。はい、うん、え、デート京都まで行ったやろ。それのためにやろ。はい。お前だって100何キロやったっけ。100、今113キロです。113キロのかこう言った荷物を持ってわざわざ京都に荷物や。誰がこれ全部荷物だよ。いやいや、その俺らが京都に行くのとは違うわけやん、気軽さ。いや、ベースでもそれで毎日動いてるから、その背負ってるからないんすよ。俺が67キロやけど、60キロの荷物持って京都行ってくれへんって言ったら、ちょっと、はい、MK 呼んでもらわないと無理ですよって。そういう意味で言ったら、それだけの気持ちで京都まで行ったってことは、これデートになりますよ。あ、これ、いや、ほなデートなんかな。やん。緊張しすぎたら、そうなったら。ええな。え、そのジズーの何ちゃやったっけ。キエちゃん。キエちゃんは西大とデートしたこと言ってもええの。いや、デートっていう概念で向こうも動いてないから。あれデートなんかな。こんなん聞いてかしょいかな。ここに呼ぼうか。いやめちゃめちゃな展開。めちゃめちゃな展開やな、ほんまに。一番めちゃめちゃ おせっかいです、そういうの。もしそれ今後そうなろうとするときに。もう昨日夢に誰々出てきたわで呼んでるぐらいの勢いや。関連性。俺おせっかいやね。めちゃめちゃ迷惑。めっちゃおせっかい。めちゃめちゃ迷惑やな。昔もね、当時、はい、高橋さんが昔付き合うてはった彼女さんがいて、その彼女さんの友達のことを僕がちょっと好きになったんですよ。おお、いいやん。で、結構こう4人で遊んだりしてて、僕はどんどんこう、もうちょい積んでいって、ええ感じになってから告白したかったのに、その時、うん、当時、僕が今ここ住んでる高橋さんの家で4人で飲んでて、高橋さんベロベロなったし、また。いつものごとく。ならその子に対して、ごめん、言い訳、さっき言い訳させて。あの時の俺まだ若かったから。20代の見境ない時やったから。っていうのだけは言わしといて、先に。ほんでね、僕は積んでいきたかったのに、その子に、いや、何々ちゃんどういう人がタイプなんて聞き出したんです。うんうん、まあ、それぐらいはようあるじゃないですか。で、いや、面白い人が好きや。ああ、そうええな。そうやったらもう絶対に次第やぞ。で、西大も何々ちゃんのことも好きやねんって勝手に告白したんですよ。
だけ見て、すぐに、僕も、しかもすぐにさらっと。すぐにさらっと、代理で告白して。実はもう何もなしで、さらっと。はい。ほんで、めちゃくちゃやん、どうなんで次第って言ったら、その向こうもやっぱ急に、はい。はい。いや、いいよ、いいよ、喋って。いや、で、どうなんつったら、僕、無理やったんですよ、その子は。いやいや、西大さんはちょっと、いや、いい友達で、それは僕、いや、分かってるんですよ、僕も、そっからまたどんどん積んで、いい感じに、その、僕の魅力も分かって、もう、で、告白しようとしたら、まだもう、階段一個上がったぐらいで代理の告白あったから、そこは振られてしまったわけですよ。ほんなら、この、スーパーハイパーメテハシさんモードの高橋さんが、いや、何やんちゃん、いや、おかしい。さっき、おもろい人が好きって言ったやろと。もう西大やがな。それやったら。それやったら、今後、今後、絶対おもろい人が好きってもう言うたらあかん。なぜ綺麗やな。おでっかい。めちゃめちゃじゃねえか。若気の至りということで許していただきましょう。ほんでベロベロなって、あのもう自分のみんなで飲んでるの寝室行って、もう一人寝てしもたんですよ。ほなもうそっから高橋さんの彼女さんとその後と僕の3人の気まずい感じになってしまって、荒らすだけ荒らして後片付けといてなーってでもその時の彼女もその時日大が好きやった子も未だに俺のライブ来てくれんねんで、で西大とも飲みたいって言ってたね。いやそれデートですよ。あ、それは違うわ、無理やと。それは無理やと。いきなり。いきなり。寂しいわ、いよいよ。彼女欲しいわ。どんな人が好きなんですか。うんまや。え？どんな人が好きなんですか。俺、うわぁ、俺綺麗、美人が好きやねんな。めっちゃ悩んでるで。もう全然どうでもええのに。何やねん、お前。おい。いや、めちゃくちゃ笑ってるやん。何やねん。すいません、聞いたんですけど、どうでもいいんです、ほんまに。いや、今からこれでみんな、それぞれ好きなタイプ話していくんやろ。いや、でもな、全員で、好きなタイプってめっちゃむずない、言うの。むず。うん、誰、猪狩君だ、どんなんて言ってる、いつも聞かれたときに。僕、安室ちゃんが好きなんで、安室ちゃんって言ってます。あ、人物特定すんのええな。なんか、こういう人っていうのって結構難しないですか。うん、ああ、確かに確かに。うん、難しいな。うん、あ、俺、綾瀬はるかさんや、それやったら。どれやったらやねん今の話聞いとったんか。それやったらあ、まあ女優さんとかであれを言ったらってことね、単純に。はい、でもそれで言うとね、その日本人の人しか性格がわからないじゃないですか。性格もあんまわかんないですけど、うんうん、なんかパーソナル部分がわかんないから、それもそれでむずい気がして。顔は僕、うん、オードリー・ヘップバーンが好きなんです。え？うわ。で、ノリは安室ちゃんが好きなんです。いや、ノリわからんって、安室ちゃん。口はわからへんや。君だけの方やん。オリンピックのやつやったっけ、それ。いや、なんか音楽番組で、話してる安室ちゃんとか、なんかこう、ちょっとたまにバラエティに出てる時の、アムロちゃん、ちょっと、はいはいはい、なんかちょっと攻撃的なアムロちゃん、はい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 、あ、なんかヘイヘイヘイとかでもなんかすごい突っ込んだりするんですよね。あ、昔そうやったな、はい、なんかそうそう、うん、あの感じ、おもろいなこの子って感じやったな、なんか沖縄のめっちゃ好きです。TM レボリューションさんおもろいなと、安室ちゃんもこの子おもろいな時代やったよな。うん、めちゃめちゃおもろかったです。え、やっぱ見ようか。見たなってきて。
見たらってきた。ここに映しましょうか、もう。あ、ほんまで。もう、すごい、バッチリや、そこ。一番バッチリや。みんなで見よう、もう。YouTube の生配信でテレビ見てる人とかおらんのそれを配信するってどういうことやっぱそれやったらあかんのかな。あかんやろ、そら。ダメでしょ。テレビ映したらあかんよ。え、お二人はなんか、そういうの、あるんですか？うわぁ、だ今ヘップバーンの写真見たけど可愛いな、おい。可愛いでしょ。めちゃめちゃ可愛いやんけこれ。これ何やこれ。何やこれ。ローマめちゃくちゃ可愛いがな。めっちゃめちゃ可愛い。あの時のローマの球場のヘップバーン。そう。うんうん。ヘッドフィールドちゃうよ。ヘップバーンね。ヘップバーンやね。ヘッドフィールドはメタリカのギターボーカルです。誰がわかんねん、それ。俺と猪狩だけや、ね。ああ、かわいいな。かわいいな、これ。いや、かわいいっすよ。いや、二人とも、二人とももう見とれてるやんか。俺はかわいい。多いな。へーから始まる他の有名人の引き出し一個もなかった、今。開けたね、今。あ、いっぱい何にも入ってなかったですか。入ってなかったわ。ヘップバーンに似たヘップバーンに似た音の有名人おらんかなで今検索かけたけど出てけへんかったなあ、俺ね、ちょっと前やけどジュリア・ロバーツめっちゃ好きで、あー綺麗やわ。 あのね、グッドナイトムーンっていう映画のジュリア・ロバーツがもう最高でね、まああれでめっちゃ好きになったんですよね。あの人綺麗ですよ。なんか年齢重ねるたびに、あ、綺麗。そう。その綺麗さがあるっていうかね。うん、鼻筋シュッとしてるな。十から始まるジュリア・ロバーツみたいな名前も一個もなかった。ジュディ・ヨングぐらいしか出てこへんかった。ジュディ・ヨングで十分やのに出てけへんかった。あーしょーフェニックス一気のように俺あの人好きよ、あのキックアスの、あ、映画キックアスの、はいはいはい、クロエ、あ、え、子供の子ですか、誰の今クロエモレッツ、あ、かわいい。めちゃくちゃかわいいな。見たい見たい。クロエ・モレッツ。めちゃめちゃかわいい。クロエ・モレッツ。ああ、めちゃくちゃ綺麗やな、ほんで。あの、ベッカムの。知ってる知ってる知ってる。この人めっちゃ綺麗。うん。しかも映画が痛快やから、なんか。そうやねんな。映画いいよね。もうこんな大きなってんねや。わ、綺麗やな、これめちゃくちゃ綺麗やがな、これうるさいな出所したてのやつか久々に女の人見た、女見たことないやつのテンションで、あー確かにね、 あとやっぱりキムダミナ、誰それ、え、あキムダミ、韓国イテウォンクラスの、あ、イソ役の、ね、イテウォンクラスのイソ役のキムダミー、かわいいな。あー、かわいい。透明感ある。めちゃめちゃおもろいらしいですね。めちゃめちゃおもろい。だから、ドラさんチャンネルの中で、イテウォンクラスが流行り始めて。はいはい。うん。3人めっちゃ、もうイテウォンクラスおもろすぎるみたいな。もうそれ、世の中的に言ったら2ヶ月前のブームや。え、そうなん？おっさん。これ来週ぐらいから見ようとしてました。いや、見る全体見た方がいい。うん。なんかさ、ドラマとか全然見ないんです、うん、映画とか俺。言ってたな。はい。けどなんかそのあまりにドラさんチャンネルのみんなが言うから、ちょっと見てみようかなと思って。イテウォンクラスはもうマジでたまらんぐらいおもろい。うん、へえ。ハマる。全くわからへんね、俺あの長家とか。あのちゃんが、うん、何それ、あれどんなドラマやったっけ、まあ簡単に言うたら、なんかグループでかい
グループのやつじゃなかったっけ。会社のチャンガっていう巨大な、あれチャンガって言うんや、チョーケって呼んでた、チョーケって書いてチャンガっていう巨大な、うんうん、その韓国のその、飲食業界をもう束ねてるようなグループがあんねんな、うん、でこのチャンガの会長がおって、うん、でこのチャンガで働いてる部下の男の人がおんねんな、うん、でこの人の息子がパクセロイっていう、うん、でこのパクセロイとこのチャンガの会長の息子がたまたま高校の同級生になるわけ、うんうん、あでもここまで喋ったらちょっとネタバレ、ちょっと冒頭だけネタバレしてるけどいい？猪狩くん、あごめんなさい、もう僕聞いてませんでした。すいません。すいません、ほんま すごいな。聞いてないんや、今の。ちょっとね、途中からいきなり聞こえなくなるんです、そういう話。あ、もう、興味なくなんねや。誰と誰が、誰のあれでって言われたら、ああ、もうわからん、聞こえへんって。じゃあもっと簡単に言ったら、はい。父親をある事件で亡くしてしまったことに対する復讐劇と、あで自分の好きな女の人に対する恋愛の気持ちと、あ復讐劇、その人間が成長していく様とを全部見せてるドラマ、うん、あでその巨大飲食チェーンに戦いを挑む弱小軍団の行方やいかにみたいな。ちょっと半沢直樹みたいな感じなんですかね。あ、だから、うん、半沢直樹と下町ロケットと、なんや、他のドラマ、なんか日曜劇場の重厚なドラマが3つぐらい入ってるみたいな感じ。仲間とかね。うん、もうだから居酒屋ポンのドクター長谷川が俺はマクドナルドに勝つ言ってるようなもんやな。もう絶対無理や。無理や。ドクター諦めやん。そう無理や。そうほんまにそう無理やったぐらいやな、もう。4分のドラマ。ピアマチクラス。結論無理やった。無理やったポテトうまうまやっぱり美味しい。思いっきり吸収されてる。見て、ね、うん、ちょっと興味あるな。うん、結構周りでも見てる人多いわ、俺の周りでも、うん、もうみんなその話してる、うん、もう自粛の時もう芸人もうみんな見てましたよね、ほぼほとんどの芸人見てたんちゃうかな、うん、だから今バンドマンの方にイテウォンブームが起こってるってことやな、うん、バンドマンもそうやね、見てるやつ多いな、うん、あんなにみんなが同じワード出してるのビットコイン以来ちゃう。ビットコイン出してたな。以来、それ以来ぐらいみんな言ってるもんな。ビットコイン。チャンガの後は継ぎたくないぜみたいな。もう全然わからへん。何言ってるのか全然わからへん。後継がへんとか全然わからへん。今からでも遅ないねん、ビットコインは。これよう聞いたわ。これよう聞いた。ほんまに。ようビットコインの話して飲んでたもんな、西大。ねえ。ほんまに。ほうたな。あの時の自分、ほっぺたパチン叩きたいわ。もうやめえ、その話、みたいな。もう、日本中、世界中が色めき立ってたもんね、あの時ね。そう思ったらコロナもそうなんのかな。あの時コロナ言うてたなぁ、みたいになんのかな。みんながコロナ言うてたけどなぁってなってほしいね。うん、忘れるぐらい。うん、ほんまに。何やったんやろ。何やったんやろ、みたいな。なぁ、うん。あ、どうなってんの、猪狩くん。はじまざっすか。うん、はじまざ
は、まあ、進めてるっすけど、結構イベント規制の緩和っていうガイドラインが、ほんまは8月1日からだいぶ緩和される予定やったんですけど、これが延長されたんですよ。あ、せやなんな、かちょっなと、ってやな。はい、なそられへんがかった発もんな。表があったんで、ちょっとそれ食らって、あーってなってるとこです。ああ、そうあ、か。なそうか。よでりも、こっから。難しさが続くってことやな。そうですね。ちょっとこっ最から。近のね、あれがね。なんか、人数多いしな。そうなんですよ。そう。なんで、まあ、ちょっと、ほんま、わーってなってます。なるほど。だから、こっはい。からはちょっと、とこよな。見守るしかないよね。ありがとうごまあざいでまも、す。今日とかもなんか、ジョーホールでやってましたよ。ジャイガーっていう、そう音そう。楽の、ねえ、イベント？そうはい。なんですよ。なんかトリコもも来てたし、う、で、お客さんも入れてやってたよね、あれって。ジョーそうホでールに。す。で、感染予防徹底して、こう、アリーナもマス席を作って、人が当たらへんようにして、おやってたんですよね。てか、実は、それを見に行ったんですけど、俺。ー。えー、ああ、はい、なるそほど。の感染対策どうやってるんかなっていうなるのほどがね。あって、今日そのイベントを見に行ってきました。えー。情出報やたね、ん？それ。いや、めっちゃ徹底してましたよ、マジで。なんかえー。僕らね、正直こう裏動線とかから行かせてもらったんですけど、そこでももう検温だなんだとか、裏でマスクちょっとでもなんか出番号と何秒とかでももうすぐみんなつけさせられてたし、あ、もうつけてくださいって。ものすごいやってました、ちゃんと。うーん。まあ何より、なんですかね、久しぶりに大爆音聞けたんで、わーってなりましたね。ああ、いいな。はいいな。爆音最高。お客さんの人数は？もうだいぶ少なくして、おまあ、ほんまの正直言ったら、やっぱ大阪城ホールで人数しか入れられへんってなってんやったら、結構見た目的には寂しいですよ。ー。見た目、まあ、そらそうやろうな。いつもの見慣れてるから、まあ、正直な話ね。けど、なんかそれ以上のもんはあるんちゃうかと、まあそうやろうおな、なー、ん気はか、ありましそうやた。ろうな、うわーってなるよね。人がいてライブをしてるっていう、その絵面をもう見てないもんね、本当に。そうなんですよ。それお客さんが10人でも感動するわ、俺今見たら。そうだと思います。それはやる方でもお客さんでもどっちでも感動できるな、今。なんか、しかもさ、この時の、なんかそういう音楽イベントを見に行ったことが、後に伝説になる感じもするよね。かもしれない。あの時の誰々のライブがこんなことがあってっていうのが、後に語られる何かが生まれそうな。ねえ。確かに。で、ちゃんと、これが成功例になったら、それはそれでかっこいいですしね。そうやな。ああやれば大丈夫なんや、みたいなね。そうやね。かっこいいし、ほそれんをままや。た、なんていうの、参考にして、どんどんいい対策とイベントが広がっていったらいいよね。そうなんですよね。ほんま、あんま対策して、なんか、ま、こんな真面目な話していいんですか、これ。いや、ええよ。こんもうしな。ゃあなしやで。ほんまに。初めてやで、猪狩君が真面目な話してんの。ほんまっ初すめよてね。見るわ。ほんまに。やっぱりもう、ちんちんの話していいですか。いや、いいよ、いやいしや、よ真面目な話せよ。真面目な話してよ。いや、ほんま、なんすかね。真面目な話、やっぱ、ちゃんとしてない人たちもいると思うんで、ちゃんとしてる人の方が多いと思うんで、やっぱこれちゃんとしてる人が、しっかりやって、これならやれるっていう風な正解を見つけていくってことも大事な感じしましたね。なるほど。ちょっと、やっぱちんちんの話していいですか？いや、なんちょっと、か、あ、
対局にないでチンチン割と一緒のとこおるからバンド界隈とチンチンは確かにな、確かにあんま変わらない。でもなんかこのコロナ禍でエンタメとかに携わってる僕らのセクミかもわからないですね、うん、え？え？はい。いや、コロナ禍、このコロナ禍でエンタメに携わってる僕らの、それは責務かもわかんないですね、です。ああ、なるほど。なるほど、なるほど。どうした、どうした？なんかサンテレビで番組でもやってんの？やってないです。いや、なんかセクミ、セクミって聞こえたから、なんか新しいセキュリティ会社建てたんかなと思って。噛んでもったんすよ。ちょっと噛んでもってね。でも、え、来週でも基本かけと、この間、うん、あ、ごめんごめん、栄養にしない。いや、基本かけともね、この間出た。アメトークの、アメトークの、来週アメトークの、なんか、かぶってくるな、かぶってくるな。あ、俺、そういえば、この番組って、うん、得積んだら怒られるじゃないですか。うん。てか俺が怒ってるだけですけど、多分。そうやね、そんなルールない。お前が怒るだけやんけ。いやね、またね、勝手に得積んでる人いて、発見したんですよ。またか。出た。得計算。実はね、高橋さんなんですよね。え？え？得積んでたんですよ。俺得積んでる？見てもって、さっきまちょっとたくまくんので思い出してね。うん、アメトークが来週フェス芸人っていう感じになってたんですよね。そうそうそう、うん、次回予告で、うん、で僕次回予告見てたら高橋さんがヘイスミスの T シャツ着て出てもうてるんですよ。ええー、だからほんまにそういう得の積み方だけはもうどんどんやってくれおいお前おいお前ちょっとどんどんおいおいお前おいおいおいお前おいおいおいお前俺もお前おい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 もう途中から笑っててや猪狩君も嬉しすぎてどんどんやってください。いやどんどんやったよ、どんどんやってきたね。ありがとうございます。そういう褒めろよお前どんどんやってきてんやけど、だからオンエアが楽しみやわ。ああ、なるほど。どれぐらい、結局収録はどれぐらい回したかな。2時間ちょっとぐらい回してたんちゃうかな。もうちょい行ったかな。へえ。やるやる。倍は絶対回すで、大体バラエティーは。ああ、そうなんすか。でも1時間半ぐらい京都大作戦の話してくれたんやろ。いや、それがやな。まあまあ、ほんまにそれぐらいしたかが。うわぁ大事なこと言うときはカムーンまあまあ、まあまあ、そんな感じやったね、俺。いや、嬉しい。俺も予告見てんけど、京都ドゥースクスンのタオル 2,3 枚飾ってもらっててめっちゃ嬉しかった。あ、そう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 、スタジオに飾ってたね。めっちゃ嬉しかった。ちゃんと言ってへんちゃうのなんでそんなヘンヘンヘンの T シャツもめっちゃ気持ち焼いたわ。いや全然その NG ワードじゃないですよそれチンチンの方がよっぽど NG ワードよっぽどはっきり言っていいんですよ、ヘイスミスっていやなんかは、楽しみになったわ、あの予告。いやだから、うん、オンエア後にぜひちょっと反省会っていうか裏話トークこれやろうや。いやめっちゃやりたい、それ楽しみやわ。あの時のあそこでこんなことがあったみたいな。はい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 。そう、どこどここういうのがカットされてたとか、たくまのいい話がカットされてた、たくまとロットンの曲削り合う話がカットされてたもちろんしたしな、そんな話も。ああ、そうなんすか。わあ、すげえ。嬉しいな。楽しみ。でもまあ、みんないっぱいおるから、みんなが喋ってるから。そうっすよね。そう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 。だから俺も楽しみね。どんな感じになってんのか。だから見てください、皆さん。よかったら。お願いします。見てください、皆さん。一緒に見よう。来週？
え、来週ですか？来週、来週、来週の、うん、曜日は、曜日あれ、木曜日、あれ全然わかんない。あ、じゃあ木曜日か、せやわ。木、おとつい見たのか。木曜日ね。予告。その時はここで映したいい。大阪が、めちゃくちゃやで、それ。あかん。うん、自分の出てる番組、YouTube の生配信で映し出したら、もういよいよ干されんじゃん。何してんねん、こいつ、みたいな。どんなリリーカーしとんねん、みたいな。しかも、ちょっと先に出したりして。この後ね、こう言いますよ、とか言う。だって、それめっちゃおもろいっすよ。うわぁ、それ見てみたいなぁ。この後、こういう。見ててや、見ててや、ちょ待って、見ててや、みたいな。この後、こうやろ、こうやろ。めちゃくちゃウケんねん、ウケんねん。あれ切られた。みたいな。面白いなぁ、それ。うん、あの、西大が出てくれてる、俺が司会やってるテレビ大阪の番組あんのよ。大阪ラバーっていう。うん、はい、大阪ラバーとかやったら怒らなさそうやから、やっても許してくれせえな。今日テレビ大阪なめんなよ、大阪を。怒るやろ。どういう関係や。怒るかな。ああ、いいっすねーって。言うてくれへんかな。面白いな。新しいな。新しいな。でもよ喜び張りそうやな。生にも見るんすか、アーカイブで。あ、流してください、流してくださいって。でもだって今なんかテレビもさ、テレビで撮ったやつをそのまま YouTube で番組公式で流してて、うん、結局そっちの方がちゃ視聴回ってそっちが見られてるとか、もうそういう逆転現象すでに起きてるらしい。あるんや。すごい。それすごいな。うん、なんかそのまま上げてて、橋本さん今日言ってはったの、なんかどっかの番組で吉村さんと対談したやつがなんか YouTube でめちゃくちゃ見られてて、言うてはった。それ多分俺見てますね。あ、見てる。いや、あの二人ほんまなんかめっちゃ話おもろくて、なんか吉村さんがなんか子供の運動会見に行った話みたいな、あのあれやろ、子供の運動会見に行った時にあの先生の前に吉村さんが立って子供たちを鼓舞して将軍みたいになってたってやつやろ。そう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 。めっちゃおもろい。頭の中ではフォーエバーとギャザーとも流れててね、僕ね。なんかそう、結構なんか滑らない話やん。もうこれめっちゃおもろいねんけど、みたいな。うん、おもろい。面白いっすね。面白い。うん。やっぱ勝負事になったら子供の運動会でも負けられへんってなってまうねんて。へ、ね、ぇ、うんうん。でもめちゃめちゃ集まって子供たちを鼓舞しまくったらしい。お前たちは絶対勝てるんだみたいな。松岡修造や。いやもうほんまに。そういうタイプすごいで。うん。あの話もめちゃくちゃおもろいもん。あの、大阪都構想で橋本さんが負けて、その時大阪維新の会の一議員やった吉村さんとかが、全員今から記者会見で辞めようとする、辞める記者会見を橋本徹と松井さん、松井市長か、はい、その、はい、2人が会見場に臨むときに若手のその吉村さんとかが全員泣きながら止めんねん、行かないでください。でも全員止めたのは松井さんやってて、なんでかって言ったらもう橋本さんはこうなったら行く人やってみんな思ってるから、あこの意思を継ぐのはもう松井さんしかおらへんから、やめてください、やめるとだけは言わないでくださいっていう時に橋本さん、え、俺のこと全然止めへんのねって俺人気ないなみたいな。っていうかもう一回やめるって言ったら絶対やめるっていうのみんな分かってるから、そう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 、まだ止められる可能性のある松井さんと、とにかくみんな全力で止めようぜみたいなで言ったみたいな。いやだからなんか おもろいね、あの大阪都構想の話。いやめっちゃおもろいっすね。うん、橋本さんはだからそれで、橋本さんの理論としては
大阪都構想の選挙で負けたから、あれがもし、うん、明治維新前やったら、侍やったら切腹してるか、首跳ねられてると。はい、なので、僕はもう死んでます、みたいな。どの輪に、いつの感じの感覚なんですか、みたいな。だからもう絶対戻らへん、みたいな。すごい人やな。で、その意思を継いだ吉村さんが、松井さんと一緒になって、こう、徐々に徐々にこう、強くなっていって、今があるみたいな。よう吉村さんを見つけてこうね育てていったんですね。なんか漫画みたいですね。うん、次のニュースバー橋本終わりでうまいこと言うて橋本さんとかこっち連れてこられるんですかね。出るかこんなんに。出るかこんなんに。ちっちっちっち言ってるこんなん。出るか。橋本さんのそのサイズ感ってどんな感じなんですかね。なんのや。今の流れやから、チンチンかって思ってまうやろ、お前。人間的なかなんか、お前、はっきりですよ、お前。ちょっと笑いながら言うな、お前。ツーウェイで待つな、お前。はあ。でも、言って。でなんかたまたまチャンスだったら全然普通に出てくれそうな気もするのが橋本さんすごいとこやけどな。なるほど。ああ、行く行く高橋くんのやつやったらみたいな感じもする。まあ、ちょっとようお願いせんけど。でも高橋くんのやつやったら行く行く言うて来てみたらこんなやつらおるんですよ。いや橋本さんの飲んでるやつ、それハルクの飲むやつちゃうんですか。琉球ガラスを言うてくれたら。うるさい子たちだなってなる。誰のとこなんバイク通ってんの。いやそれなんすよ。絶対俺んとこやと思う、うん、京都国道やから前。すごいな、やっぱり。すごいね。走っとんねんな。走っとる。前は思いっきり暴走族走ってましたもんね。もう、河木道も塾みたいに走っとるよ。ほんまに。緊急事態宣言の時もおったもん。でんででんででででんででんででって。いや、まあ、不要不急の外出、やめなさいって思ってた。元気いっぱいやったわ、みんな。それでも暴走族の人の理論からしたら、ここで行かへんかったら俺らちゃうやろっていうことなんやろな。いう気合かもしれない。でんででんででって何なんすかね、あの音階。あれでもね、めちゃくちゃリズミカルやで。あれはこうやってんねんな。そうやってる。もう大体全部めちゃくちゃリズム感いいなって思う、あれ聞いてて。プロかすごい。もうなんで DJ やらへんかったんやって思う。なんでここレコードにせえへんかったんやっていうぐらいリズミカル、めちゃくちゃ。たまにな、俺が行く中国マッサージのな、うん、店あんね、足つぼの、はいはいはい、でそこのマッサージで男の人がこうマッサージするんだけど、最後足をこうわーって揉み終わった後になんか、はい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 、みたいでやんねんけど、いやあんたドラムやったら相当うまいでって思うんだよ。めっちゃええリズム奏でるやんみたいな。もう俺もう揉むよりこれ聞きたいわみたいな。どんねん。うちの近くのラーメン屋もしょっちゅう行くとこで、湯切りあるじゃないですか、これ。うん。それを絶対に、ててててんてん、てててんてん、てててん、てててん、てててんてんってやるんですよ。俺、ほんま途中でいきなり気づいて、なんも思わなかったんですけど、てててんてんぐらいで、ん？ってなって、次のててててんてんぐらいからもうとりこになって思って。いや俺だからそのさ、足つぼマッサージのそのドラム、この人ドラムやなと思った時に、もうずっとその後のマッサージの時ずっと俺が妄想してたのは、いつか自分が映画撮るチャンスがあったら、こういうところから
メンバーを集めてくるバンドの映画が一番おもろいな。いろんな人バイク、リズミカルなやつがおって、暴走族とマッサージで。マッサージと、ラーメン屋のゆっくりのやつと。その集め方は完全にカンフー映画やで。やばいな、それ。誰か漫画で書いてくれへんかな。だから僕、昔、大阪の江坂いうところでラーメン屋でバイトしてたんですけど、僕は朝から夕方までバイトしてて、うん、夕方から来てたんが、矢井田ひとみさんやったんですよ。おー、バイトがですか？バイトは一緒やって、でも、僕、矢井田さんって呼んでたから、矢井田ひとみっていうのでデビューしたときに気づかんかったんですよ。で、僕、高校3年生で、将来お笑いやりたいみたいな。で、私も今大学行ってて、なんか将来音楽やりたいねって言ってて、で、その矢井田さんの、ちょっとまあ、そこのラーメン屋もちょっと独特で、いらっしゃいませ、どうぞーって言うんですよ。そこの全員店員。いらっしゃいませ、どうぞーって全部伸ばすんですよ。最後ちょっとほんで上がんねんな。ゆっくりどうぞーって、ちょっと上がるんですよ。で、矢井田さんが、もうそこ看板娘やって、いらっしゃいませ、どうぞーの、どうぞー、すっごいうまかったんですよ。あーなるほどな。そっか、ボーカルやもう。他とちゃうくて、で、そのダーリンダーリンで、売れた時にそのダニダリーンのリーンのとこといらっしゃいませどうぞーが一緒やったよ。あのやって僕一緒だったんすよ。なんでそんなおもろい話滑らない今まで取っといたん。めっちゃおもろいやん。ちなみに滑らない出したな。ちょっとちなみになんですけど、はい、あの矢井田さんは、うん、あのミスミスティの教え子さんです。そうなんですよ。お父さんの方、お母さんの方。あ、ミス。ミスの方。ミスミスって。何の変化に時間かかっとんねん。おかんでええねん。そうなんですよ。そう。ほんで。そういえば、だって、ミスティもダーリンダーリン、ミスティーとちょっと似てるもんな。いやいや、ちょ、うち関係ないよ。似てへんわ。ぶちかしていいっていう歌もないし。でなんかどこかな、どっかのフェスライジングさんかなんかで、矢井田さんが出てはって、うん、で我々も出てた時にミスミシティが見に来て、はいはいはい、これ矢井田さん出てるやんとかつって、僕全然面識なかったんですけど、もう向こうで盛り上がってて、ミスミスティと矢井田さんが話して、いやー先生みたいになってて、その感じ、話みたいな、そうそうなんですよ。めちゃくちゃええな。でもボーカリストとせなこの雪でのやつを2人ラーメン屋から2人入るのはちょっと。確かに物語的に的にちょっと足りないっすよね。うん、うん、青年だからちょっと矢井田さん、ちょっとすいません、いや矢井田さんは一番断ったあかん。矢井田さん一番最初にもうその人だけはゲットせなあかん。話したあかん、話したあかん。せやな、だから2人入ってもええか、だから店でこの2人が最初に組んだええで。あ、なるほどなるほど。こいつはもう音楽やってんねん、ゆきりで。はいはい。で、すっごい俺のリズム誰も分かってくれへんと思ったら、そのボーカルの子が、え、俺のゆきりに合わせてこいつ歌ってねえかみたいな。まずその二人が、もうどっちもバンドやめとけ、その二人。もしジャンプ編集部の方これご覧になられてたら、ジャンプ舐めんなって。漫画から集英社舐めんな。無理無理か。バンドマンで元バイク乗りとかバイクでやんちゃしてたやつってめちゃくちゃ多いな、意外に多いっすね。うち京都でさえむちゃ多いし、
うちのもう10フィートのその原型になった一番初期のバンドの時とかも、もう超バイクやんちゃノリでもうレンデレンデレレとかめちゃくちゃうまかったもん。え、タクマ君もバイク乗りなの？いや、俺は普通にアメリカンでもうドド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 ドって走ってるだけ。うん。その10フィートの原型のバンドは、え、直樹君って本物？直樹はその時は別のバンドで3人のメロコアバンドをやってて、で、うちは4人編成で俺がこうギターその時はまだ弾けへんかったから、うんうん、マイク持って歌ってて、ギターのやつがもう特攻隊長みたいな、元特攻隊長みたいな、もうバリバリで、喧嘩も強いしギターもめちゃくちゃうまいみたいな。で、なかなかバカテクばっかりやって最初は。で、元メタルハードロックやってたんがだんだんこうグランジとかやるようになったりして、でミクスチャーもやるようになって、うんうん、でこう10フィートの濃くなっていくみたいな。それでコピーバンド何回かした時に、うん、うちのバンドもメンバーが2人辞めて、で直樹とか光一もコピーバンド解散して、でうちはまだやろうとしてたから一緒にやらへんみたいな感じで誘ったって感じ。ほらたくまくん、光一くん、直樹くん他におった？ああ、その初期のピースじゃなかったんや。原型バンド、その原型バンドになったと、10フィートな名前になった時はもう直樹はおったと思うんやけど、そのメンバーになる前の原型の時は全然違うやつが3人、ドラムとギターとベース。うーわ、もうよっぽどこっちの映画の方が興味あるわ。映画ちゃうから。いや、これじゃなくて。ただの昔の話や。これの話じゃなくて。そんなもういらんいらんもう。一番最初のもっともっと遡っていったら、多分ギターは小学校の同級生とかかな。へえ。家平の。すごいな。へえ。そう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 。それぐらいまで。で、そっからやもんな。へえ。その時のその暴走族の人とかは今はもう付き合いないの？今は全然連絡取ってないかな。結構そのバンドを辞めた後もちょこちょく連絡は取ったりしててんけど、まあでも基本めっちゃ優しくて強い、何でも答えてくれるみたいな。最高や。まあ、昔やんちゃやってたやつはもう大体優しい。ははは確かにね。あと喧嘩は俺はそんな強い方じゃなかったとか言ってる感じがバリッバリ強そうやった。なるほどな。いや、喧嘩なんかええねえねえ。下手に強がらへん感じが、うんうんうん、あ、こいつめっちゃ強いんやろな、ほんまはっていう感じやった。それってさ、なんか不良やのに、なんやろな、そのギター上手い人って、不良やのに練習熱心っていう。あれ、なんかちょっとね、そういう時代やった。なんかそのしげお君も同い年ぐらいやと思うけど、俺らのちょっと上の、うん、ちょっとまあヤンキーって言われる先輩とかって、だいたい2人に1人は楽器ができて、文化祭とかでバンやってボーイやるみたいな、そういう時代やって、でそれが中学高校にしては当時、今はめっちゃ中高でもすごいバカテクな子多いけど、もう当時で考えても中高やのにこんな演奏できるのみたいな、めっちゃ上手い人多かったもんな、うん、だからあれ多分すごい練習してたやんと思う、うんうん、だから家でずっとこういうのやらへんかったらできへんやん、そんなん絶対できへん、絶対できへん。本買ってこの通りやって聞いてとか、うんうん、めちゃくちゃ真面目な一面もあるってことやな、うん、だから自分の好きなことに対してはっていうか、やと思いますよ。もうこれやって思ったら、もうこれや思ったらずっとこうやし、これや思ったらずっとこうやし、これや思ったらずっとこうやみたいな気合入ってるやつが多かったかな、やっぱり。僕のしかもギターって高いでしょ。うん。うん。だからおっかんとかにちょっとお金ちょっと貸してやとか言うてたかもしれないですね、ヤンキーやけど家で。いやもう絶対その当時のヤンキーはもうお前らパーケン売ってこいみたいな。かステッカー、謎のステッカー、ステッカーこれ500円で売ってこいみたいな。
あとはもう伝説の先輩の伝説のギターが譲り受けられていた。ああ、それもある、それもある。単車みたいに。俺のギター使えや、みたいな。うんうんうん。なんか、でごめん、俺の友達の、うん、あの一番地元の友達で一番最初に仲良くなったバンドのやつ もう思いっきりヤンキーやって。で、ほんまにヤンキーすぎて、18歳の時にあのその2バンドで、うん、あのツアーに行こうってなったんですけど、うん、あのツアーにって決まってんのに、もう、まあ、何ヶ月後とかやったんですけどね、決まってんのに、うん、そいつら全員誰も車の免許持ってなかったですから、ね。でどうやって行くんで、どういうこと、何ヶ月か前に、お前らどうすんのって、レンタカーやんな、みたいなの言ったら、別にそのまま行ったってええやん、みたいな感じで言ってましたよ。あかんあかん。で、俺がもう、お前らありえへんってなって。猪狩でさえやろ。そう、俺でさえ。そんなやつだとツアー回れるかってなって、でも そいつら取り込みで一瞬で取ってきた免許。なんでそんなうまいんや言うて。そうなんでそんなお前すぐ取れんねん、おかしいやろこれってなって。それでちゃんとみんな免許持っていきましたけど。ひょうきんやな、すごいな、面白いな。なんか そんなやつら多いですよね。だから今、うん、今のコメント見てたらパーケンがもう分からへんねんて。あ、まあ分からんやろな。うん、パーケンってどう言ったやろな、パーティーの件でしょ。もうね、着地地点の分からない未公株みたいな、未公開株みたいなもんですかね。着地か、はい、株式で使えるかどうか分からん未公開株みたいな感じ。だってパーケン持ってるからって言って、あ、そう、パーティーには行けんのか。あれば、うん、あればですよ、パーティーがあれば。あれば、あればです。開催されるかどうかわからんパーティーがあるのか。はい、多分未公開株、未公開株なんですよ。なんか、ライブチケットの時もあったし、あの、この日にイベントやるからみたいな、DJ イベントみたいな時もあったし、普通の飲み会みたいな時もあったし、はいはいはい、なんせ催し物券ですよね。要はライブやるから来いと、その代わりこのライブはないかもしれんと、なかった場合払い戻しが一切ないと。でも売ってこいって買えと、そういうのが昔はもうむちゃくちゃなんか、うん、いろんなところに容器おった。むちゃくちゃやで、今から考えたら。あとはもうステッカー、いらんステッカーやのに、何のステッカーかわからんと買わされるやつが当時はいっぱいいたと思う。これちょ、うん、先輩に売ってこい言われたし、お前買えみたいな、うん、1枚これだからやっぱ偉いもんで、俺なんかあの同年代やけど不良の友達とかマジでおらへんから、うん、そんなん買ったこともないし、うん、パーケン買ったことないですか。ないね、ない。パーケンなんかない。でもパーケンは知ってんで、その文化としては知ってんだけど、はいはい、1回も買ってたこともないし、誘われたこともないわ。俺も部活ばっかりやってたからそっちの世界全然知らん。まあ確かにパーケンはその俺らの世代でもちょっと漫画とかテレビで見るような感じで、どこどこの誰々はそんなん売ってたらしいよっていうので、はいはい、とかは聞いたことあって身近ではなかったけど、でもちょっと怖い先輩に何々買えとか、うん、ちょっとヤンキーの連れに何々買えみたいなのはあったかな。一回、もう俺の中学とかもう悪魔の巣みたいな、もうなんか、黒いオーラブワー出てるような学校やと、これもう入った瞬間に倒れるんちゃうかなみたいな悪のオーラがあるような、もう悪い。スズラン高校やん。でもスズラン、スズランかける5000ぐらいなんか悪い雰囲気出てて、それが中学やったから小学生には余計そういう風に怖く見えてて、うん、まあ、うん、で、あの俺らの同世代はそんなにたくさんはいひんかったけど、でもヤンキーは普通にいて、1個上2個上とかもうバリバリで、もう1階が1年、 2階が2年、3階が3年やってんけど、もう2階行くことなんかもう
よっぽどの用事がないとか、はいはいはい、お兄ちゃんがいな、お兄ちゃんがいなとか、これを2階の職員室のあそこに持っていかなとか、そういうミッションがないと絶対に行ってはいけない。もう3階なんか行ったらもう終わり。もうベルトのバックルにされる。キーホルダーとかにされて戻ってくる。ぐらいの、もうみんな恐れてたみたいな学校やって。で、なんか俺もやっぱりたまに、もう順番やねんけど、なんか、生きてたりとか、喧嘩強いっていう噂が出たりとか、うん、生きてるとかあとは生きてるからとか俺は喧嘩強い同行では目立ってなかったけど、ちょっとクラスで面白いこと言うとか、うんうんうん、そういうので目立ったりして名前覚えられたら、はいはいはい、なんせ呼ばれる対象になってくる。あのなんかさっきに運動場でチョケ取ったやつ呼んでこいみたいな。ほんでいきなりなんか2年の時で呼ばれて、カセット買えって言われて、もう、うん、こんなすごい濃い濃いこんなごっついすごい人たちがいっぱいいるトイレに連れて行かれて、ああもう俺終わったなと思って、これ復活の呪文もないやつやと思って、カセット買えって言われて、カセット買えみたいな、中学1年やからもうわけわからん、うんうん、で、え、何のカセットですかって言ったらバーン蹴られてそのままもうええわ、もう連れて行けこいつみたいな感じに引きずって出されたみたいな。めちゃくちゃかわされへんかったよ。なんとか大丈夫やったけど、もうその商品の詳細も教えてもらえないんですかみたいなかそう、カセット買え5000円や言われて、え、中1で5000円は無理ですよと思いながら、え、それって音楽のカセット、それともビデオ、それともファミコン、なんやろ、何のカセットですか、バーン言い終わる前に蹴られた。怖っ。そんなんとか普通だった。めっちゃおもろい。めちゃくちゃ怖かったけどね。鍛えられた。もう時代やな。痛い怖いにはもうその時鍛えられた。うんうん。そんなもんでしたよね。だから俺は地元の中学行ったら、ほんまに、なんか、地元の中学が家の近所やったから、こう、登校するときって、こう、学校から家に行く道、こう、するやん。登校する道決まってるやん。はいはい。で、たまにこっちから行ったら、その中学の前一瞬横切るときあったけど、うんうん、なんか中学と思われへんねん、なんていうの、刑務所みたいな、なんかまがまがしいオーラを感じるのよ、ほんまに黒いなんかこういうのが出てるっていうか、うん、なんか竜王の城みたいな、うん、ここ行ったら俺マジで死んでまうんちゃうかなって思ってたから俺ここ行ったらマジやばいことになるわと思って俺はお受験したからな。ああそういう感じ。小学校の時にもう勉強して塾。あ、小学校からもう。そうそうそう、小学校の時になんか個人塾みたいなの行ってて、生徒3人やったかな、生徒3人の塾行ってて、でそこでめっちゃ勉強したな。勉強して、もう私立の中学行かへんかったら、俺は、香港の廃墟にある城みたいな中学に行かなあかんのかみたいな感覚やった。空論城に俺は通う。どんなんやん。そんな中学ないし。でも、ほんま怖かってんだよ。へぇー。いや、でもわかるわ。小学校の時とかむちゃくちゃ怖いもんな、そういうとこ。怖い。うん。だから俺の家の、俺んちの自転車を、俺んちのすぐ近所の、K 君っていう家の、俺より年下の男の子が盗んで乗ってたんよ。うんうん、で、あれ俺の自転車ですけどってなって、見かけたから。ほんで家行って、すいません、僕の自転車乗って、ってるんですけどって言ったよ。ほんならそれの、これが俺の年下やねんけど、年上の中学生のお姉ちゃんおんねんや。このお姉ちゃんがヤンキーやねん。どこにあんたその証拠あんねん。証拠も何も
俺の自転車やん、もう完全に証拠も何もやんな、ほんまに知らんわって言われて知らんって知らんわ、いや知ってるやん、殿下の宝刀やん、宝刀、知らんわ知らんわ知らんわと、あ、なんか文句あんのか、もう殿下の宝刀やんわあ、もう絶対行ったあかんと思ってたもんな。だから俺小学校の友達とほとんど付き合いないのよ、もうやっぱりこの、ま、家近所やねんけどみんな地元の中学行って俺だけ私立の中学行ったから、うん、もう会わへんようになって、だからもうみんながどうしてんのかとかもあんまり知らんねんけど、つい最近なんか小学校の時一番仲良かった友達からインスタかなんかのダイレクトメッセージ来たわ。おお。うわーと思ってフォローしたらなんか食べ歩きが好きなんやと思って、美味しそうな店いろいろ行ってたわ。よかったと思って、なんか小学校の時から仲良かったけどどうしてるか知らんやん。はい。ヤンキーになったんちゃうかなとかも思ってたやんな。全然いい感じの年の取り方してた。うん、ええ感じの、うん。週末に足伸ばしてラーメン行くタイプのやつやったわ。ええ感じのやつやな。いや俺さっきのな中学の話ちょっと続きがあんねんけどな、まあ、その2年のすごいあのヤンキーの先輩らが要はその俺が目をつけられたと。で俺はもうその時1年なわけやんか。でその結局何のカセットですかって聞いてバーン蹴られて終わったけど、もう目つけられたからこっから少なくとも2年間終わりやと思って、うん、もうその2年もいっぱいいるし、あと1年にもヤンキーいっぱいいるから、その誰に会うてもなんかちょっと気分悪かったらまたあのすごい監獄みたいなトイレ連れて行かれるわと思って毎日ビビっててんけど、ある日あの俺が住んでた山に3年のその学校で一番悪い、もう要はもうゾーマみたいな大魔王やん大魔王、もうほんまに最強大魔王のもうその地区で一番有名な大ボスのもうすごい M 先輩がな、俺の山奥に俺住んでたから家平っていうそのどこになんかすごいバイクが何台か来たん、すごい音で、はあはあはあ、ワンダドドドドうわすごいな、また怖いなと思ってたら、あのその軍団に、うん、その大魔王が いてん、大魔王の人、うわあれうちの中学の一番大魔王の人やと思って、うん、これ大魔王の人がなんかずっとこうやってうーってうずくまったはって、なんかクレソンしてて周りの人がおい大丈夫け、うん、大丈夫けみたいな感じにしたはって、うん、で俺恐る恐るもう家のまんまやったからちょっと出て行ったら、なんかどうしたんですかって言ったら、多分みんなは3年やから俺のことなんか全く知らん、はあはあ、わけで、いやなんかこれ俺の釣りやねんけどめっちゃ腹痛いらしいねんかとかやって、で俺分からず家にセイロガン取りに帰って、とりあえず持って行ってみようと思ってセイロガン渡して、でもまあなかなかそんなすぐには治らへんかったけど30分ぐらいしたらちょっと元気にならはって、うわちょっとただの腹痛やった、うわむっちゃ助かったありがとうなとか言って、 お前小学生やけ中学生やけとか言って、いや僕実は中学であの何々中学の1年ですって言う、マジかもうほんな俺んとこの中学やんけ、お前これから何かあったら絶対俺になんか相談してこいよって言われて俺うわこれもう明日から俺もうこれ2年間完全にこれもう安全勝ち取ったぞと思って、やったー思って、これはすごいチャンスを得たぞと思って、で、うん、次の日何日かした後にたまたま学校でそのM 君通りがかったから、うん、通りがからはったからてててててって走っていって、あすいません、あの僕この間あの冷えだらの山の上でお腹い痛かった時にあの薬持っていったもんでないないですって言ったら、あ誰やお前ってバーン蹴られて全然覚えてへんかった全然覚えてない、全く覚えてないバーン蹴られた
蹴るなよ、覚えてるにしても。何らかの恩があんねん。全然生活変わらへんか。やばいなぁ。もう、まあ、その時に正露感じなくてストッパーやったらよかったんですけど、ね、そうやもっと早く治ってな、お前すごいやつやなってなったかもしれん。だよねー言って。いやー、やっぱあの時代やからおもろいんやろな。そうやな、そうそうそうなんですよ、あの時代やからな。ほんまにそんな漫画みたいなこといっぱいあったしな。うん、いや俺もだって中学の時にその中学校入って俺の学年ほとんどヤンキーおらへんね。おお。でもちょっとやっぱりヤンキーの それはもちろんあるから、どいつがヤンキーなんねやろなみたいな。あ、この学校誰が仕切んねやろなみたいな空気はちょっとあって、で俺が惚れ込んだこいつについてったら大丈夫やと思ったのが杉上って言ってたけど、うん、杉上はもう入学式の日から この感じで、あ、そいつ受験してきてるんですよね、その人もしてきてんねん。だから、後に杉上の家行ったらええとこの子やねんけど、あ、で杉上がそのあこうしてるから俺はこいつもしかしたらめっちゃ喧嘩強いんかな、こいつについていったらええかなと思って、で俺が杉上についていこうって決めてやで、もう一番今考えたら絶対違う、なんでそいつに決めてんやねんけど、入学式終わって直後になんかオリエンテーションみたいなんでみんなで泊まりの仲良くなる会みたいなのがあったのよ。でその時に夜中に杉上が自動販売機のとこついてこいっていうの、うん、で自販機のとこで俺と杉上二人になって、なら、で自販機の前で何どうしたって言ったら、ビール飲みてって言った時に俺、こいつマジかっこいいんですけどってなって。なんでやん。いや今考えたらもう分かるやん。今考えたら分かるけど、中1の俺はもうメロメロだったもん、まあ、それを普通に言うてる感じな。山科に住んでてん、そいつがな。うん、で山科に住んでて、そいつの家行くやん。ほんなら、そいつ、ギターやってたよ。うん。うん。で、お前、バンドとか聴くんかみたいな。うんうんうん。で、俺、ブルーハーツとか好きやってんけど、うん、あ、誰がかっこいいの教えてって言ったら、うん、一番やばいバンド、アルフィやろ。今日も言ってもんな。ほんでめちゃめちゃテクニカルやん。ほんでその当時週刊少年チャンピオンでな、アルフィーの自伝漫画が連載されてたわけ。ドリームジェネレーションっていう、はい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 、これアルフィーが出会ってから結成してプロになるまでの話や、うん、これめちゃくちゃ名作漫画やんだけど、あんまり世の中の人知らんのよ。うん、杉上に、お前これ読め、バイブルやって言われて、ありがとうって言って、めっちゃ読んでたもん。杉上渋いなぁ。すごいなぁ、渋いなぁ。だからちょっとだけ下ネタの話していい？杉上の。うん、杉上くんの下ネタの話しようよ。杉上が、うん、夜中に、泊まりに行った時に、中学校1年の時で、うん、夜中に、ちょっと付き合ってくれとか言って、うん、で、滋賀県のめちゃくちゃ田舎の田んぼしかないようなとこやねんけど、うん、どこ行くんって言ったら、わーって2人で歩いて行ったら、田んぼのずーって行った道の先に、1個の光った自動販売機があんねん。ほう。何って言って。うん、なら、まあ、
あのコンドームの自動販売機。ああ。で杉上がこれお前知ってるかっていうのを中1の俺に。ああなるほど。いやし何これってなって。うん。お前知らんのかと。杉上いちいちだるいな。いちいち言っとんねんな。お前これも知らんのかと。でその時の杉上の決め台詞が、大人になってからあれ嘘やってんなって分かってんけど、その自販機をこうやってカンカン叩きながら、うん、これつけたら100倍気持ちええぞ。俺分からんけど、なんかここに売ってるものは何なんやろうっていうのと、これは大人がなんか買うもんなんやっていうのと、これを知ってるこいつ何みたいなんで、もうこれつけた100倍気持ちええぞっていう、あれ忘れられへんもん、ほんま杉上何も知らんやん。かわいいやつ、コンコンってやってやろ、コンコンってやってやろ、こうやってやろ、もうなんやったらめっちゃかわいかってんの、これ今考えたらな、めちゃくちゃおもろいやん、何にも分かってへんやんか。あめっちゃおもろい、それおもろいなあ、杉上くん、あん時の自分見たいわ、タイムマシンで、いや見たいなあ。おもろやろな、キラキラした目で杉上のこと見てるんでしょうね。めちゃくちゃ見てるやろな。その杉上を見てる茂雄くんもめちゃくちゃ面白い。見てみたい。どんな目で見てんのか。その杉上と俺とが学校のエレベーターに乗ってる時に、学校にエレベーターがあったよ。で、うん、中1のやつがあんま乗るべきもんじゃなかったよ。なるほど、なるほど。で、そのエレベーターに、大丈夫やとか言って杉上に乗った時にたまたま2年の人が乗ってきたわけ、うん、はいはい、でうわやばいやん、俺2年の人乗ってきたやんと思って乗ってきたのが八木さんと、おー、北川さんっていう、うん、後に俺の柔道部の先輩になる先輩やねんけど、うん、が乗ってきたわけ。ほんで杉上が、うん、なんだから俺はビビってへんでっていうので北川さんのことを、うん、こうやって見出したよ。俺なんでそうなんですか、おい杉上やめろや杉上、ほんなら北川さんはなんでそんなことすんの、お前なんやねんってなってエレベーターの中で、ほらでエレベーターで1階から3階に上がっていく、もうめちゃめちゃ短い間でお前なんやねん、杉上がなんすかみたいな言った瞬間北川さんが思いっきりボディーどついたわけ、北川杉上のでボコーンって杉上どつかれて、でえー、ってなって、あんえどつかれたってなって、北川さんどついてるやん、杉上うってなってるやん、でその横で八木さんが友達がどっついたってなったわけ。ほんでその時初めて目合ってん、ヤギさんと、で俺とヤギさんは、はい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 、なんとも言えへんみたいな悲しい感じだみたいな、なんかお互い大変やなみたいな感じで一言も会話せずに別れてんけど、それが一番最初に接触したのが、それすごいね、マジっすか、それすごいやん、おもろいよな、それが後々コンビ組んだりとか、すごない、すごいすごい、俺顔蹴った人と全くコンタクトないけども二人とも、でももしかしたらあの時顔蹴った俺やでってコメントに来てるかもしれんで、ね、見たなよでも何人かの当時のごついヤンキー軍団の2人かな、結婚するときにちょっとサインくれへんとか、うん、動画くれへんって言ってくれたのはすごい嬉しかった。ああいいっすね、そういう、全然いいよー言うて、ああものすごいいいな、あの時パンチしてごめんなーみたいな、ほんまやでほんまやでみたいな、またまたものすごい自然に得積んでるけど、得かこれ、うん、やられてんねんだよ俺、ブラマイゼロや自然と自然とやられてんのに
サインは全然断らないっていう自然な徳の積み方してる。そうか。失礼いたしました。反省しよう。わかった。うん。な、たくまくんとかさ、その結婚式のコメントくださいとか言われたら、なんかやるやつ決まってんの？こんなのやるでみたいな。いやいやいや、そんめったにそういう話もないし、大体もう友達とかだけやから、特にない、歌ったりとかもないし、その会場に行ったら別やけど、会場行って歌ったりすることあんの？友達の結婚式とか行って歌うことは全然ある。へぇ、あとはなんかもう、同級生とかでも意外と動画とかじゃなくて、もうお前どうせなんかいろんなとこ行っててあれやろうし、なんか色紙にサインだけでもしくれへんけみたいな、そういう頼み方してくれるから。そういう時何歌うの？歌う時は確かに、リバーかカバーそこすんそこで踏んでこんでええのリバーかカバーもしくはリバーからのカバー、リバーからのカバー、カバーからのリバー、リバーのカバー、リバーのカバー、リバーのセルフカバー、リバーのカバーおかしい。そんなフォーマットみたいなお二人はあるんですか？俺はまあなんとなくあるな、そのあるやルイとルイとってとかやったらなんとなくあるな。ちょっと俺それこそホルモンのなおちゃんの結婚式の、結婚式やったら結婚パーティーかなんかで V 撮ってほしいって言われて、もう、でも、いや、全然撮るけど、どんな人が見てるか分からへんやん。あ、会場でな。で、なんか、友達とかやったら別にもう、滑ってもええわって思うけど、はい、この V、そうそうたるバンドマンの前で俺流されて滑んの嫌やなって思った、覚えてんな。確かにね。いや、確かにあれプレッシャーやね。空気わかんないっすもんね、向こうの。わからへんし、あれ無理っすもんね。ほんで、うん、俺の相方自体はホルモンと何ら知らんわけやん。はいはい。でも相方も一緒に出てんけど、その時は、何やったかな、どんなんしたかな、あ、なおちゃんの旦那さんにその時俺まだ会ったことなかったんよ。そう。だから、想像似顔絵みたいなの書いて、なんか、想像でこの人こんなことしてね、みたいなのをやったんじゃなかったかな、確か。もう、そうそう。それ面白いな。知らんかったらできる技やな。うん、いやでも面白い面白い、でも受けたかどうか分からへんわ。いやあれ無理ですもんね、あれむずいわ。ギャグとかある人はね、なんかええもんな、ああいうキラーギャグがある人とかは、そう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 、ギャグあったら強いな強い、そういう時に。だから俺らやったらなんか、ヤギさんギャグあるから、うん、おめでとうがらしいとか言って、それギャグですか？おいおいおい。ええちょっと待って。ギャグギャグ。おめでとうがらし。うれしいだけとか。うれしいだけ。うん。それで吉本入れるんですか？入れるんちゃうが、入ってからや、入れるんや、これが。俺も入ってからや、入ってから変異したらいけんねん俺も頑張ろう。だから八木さんがずっと嬉しいだけっていうギャグやってんねん、はあ、嬉しいだけって。嬉しいだけ、うん、俺は別にそのギャグに対して何ら なんていうの、反応も別にせえへんや、せえへんわけじゃないけど、おもろいなと、おもろいけどおもろいなとなれへんやん。いや言うと思ってるもう言うた、もう言うたほんならたまたまやばい T シャツ屋さんが出した、はい、マキシシングルやったんが
とっても嬉しい竹っていうのだったの。で、ヤバティは多分、ヤギさんのギャグを知らんと出してんけど、知らんとなんか、適当おもろくないワードで作ってると思うんだけど、いや、たまたまにしてはもろすぎひんと思って。いや今度ちょっとあの時の中学生ばりにイチャモンつけてしばきに行きましょう。お前なんかうちの相方のギャグお前勝手に使ってまして。キャラチェンジ激しいな。笑ってまうわ。絶対ギャグやっていう確信のもと。たまたまですけど知らんから。知らんやん。知らんやん。で西大はあんのなんかそういう僕コンビやったらもううちの相方がやってるんだからキャラクターというか武将キャラみたいなやってるからそれでお祝いのコメント言うみたいなパックかあもう一人やったらなんかもう名前とかを変えて大輔さん花子さんご結婚おめでとうございますってあの大花師匠のお祝いをしてるみたいなコメントに言うみたいな。ああ、はい、これ大輔花子さんの結婚のやつじゃないんすかみたいなことはい最後それで言ってああそれ面白そうみたいな感じしてます いろんな人の夫婦をこうもうそんな言うっていう無理っすもんあれあんなそれ面白いなうーんあとなんかマジックであのこうへそここに、なんか。見たくないわ。あ、やめてやめて。お前、油性じゃないの、それ。あ、これ油性ですわ。ホワイトボードのやつにし、先頭。え、何それ、何それ。いや、これ、おへそ、顔にして、この、へそが言ってるみたいなのにして、やったりする。はい、あ、僕の意見じゃ、なるほど、ね。僕の意見じゃないですよ、みたいな。はい。あ、それちょっとおもろいな。はい、ちょっと今動いてんの見たらだいぶ面白かったっす、ね。その最終的に顔も出さんともこの腹だけで終わるっていうのにして。それ。うちはもうよう言っても3つの袋でボケるぐらいしかでけへん。ああ、いやちゃんと出た。ちゃんとしてる。でもすごいやん。それやるだけすごいやん。すごいな。猪狩はどうすんの？俺はもう軒並み断りますね。ああ、なるほどね。もう、え、な、仲間も？はい。そうなんや。ごめんな、もう絶対滑りたくないからやめとくわって普通に LINE 返します。ああ、いいな。まあ、仲間は別にそれそんながっかりせえへんしな。あの、呼ばれたりしたら歌うときとかありますけど、うん、もうあの、コメント怖いっす。あ、コメントむずいよな、はい、ほんまに。あの、お手紙とかやったらたまに書くんですけど、でも、お手紙の時はもう普通に、誰々さん、誰々さん、おめでとうございます。ヘイ・スミスのギターボーカル、猪狩です。で、来たる9月12日、13日に、はじけてまざるフェスティバルっていうのがありまして、みたいな感じで、もう一生ヘイ・スミスの告知して終わる。めちゃくちゃ面白いやん、それ。先日発売したアルバムがチャート9位に入りまして、みたいな。なるほど。で、司会の人が多分突っ込んでるんやろな。あ、いや、ご本人の告知をされましても。ちゃんと突っ込んで。ちゃんとした司会呼んでる。されましても。強めに言ってよ、もう。おもそかに突っ込まんといてよ。俺だって昔陣内さんとのりかさんが結婚した時の日テレの生中継やったんよ。はいはいはい。生中継で結婚披露宴やった時に日テレサイドから、うんうん、郷ひろみさんが歌った後に乾ひろしやってくれって言われたんよ。マジで無理ですってなって俺。あーちーちーあーちーだと言うの俺自由だって。何が自由なの。
あれあれもう初めてぐらい断ったな。それやばいっすね。いや恐怖や。もう絶対陣内さんもこれきついやろしげよってなって。いや正直僕もちょっと自信ないっすね。このメンバーといいなんか流れといいちょっときついっすね、うん、みたいな。みんな絵で全然断ってくれてってなって断って。その代わりに二次会の司会やらせてくださいみたいなやつかな。ああ、なるほど。楽しそうやな。で、その二次会の司会、俺とタムケンさんでやったんだかな。ほう。時に、なんか、それこそもうテレビに出れへん人がいっぱいこう演芸やるみたいな、うん、時に、松浦亜弥のめっちゃホリデーをエアーでやるっていうので、出てきたんよ。はあの子が春菜ちゃん。あで、はいはいはい、で初めて見たよ俺そこで、はい、なんじゃこの人って思ってめっちゃ受けましたもんねあの時。え西田も行ってた。僕二次会も入ってました。これはすごかったな。バンドとかのってなんかそうあるんすか、演芸的な。僕らは若手とかがこうなんか1分2分でショートネタやって、あ賞金ゲットとかあるんすけど。たまにありますよ。この間行ったバンドマンの結婚式は結構ね、誰も余興の時間っていうのはあったんですよ、ちゃんと。はあはあ、だから時間っていうのはちゃんと用意されてたんですけど、誰も余興頼まれてなかったんですよ。はあはあはあ、ほんでギターとマイクあるから怖い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 、逆にほら誰かやってみろみたいな怖い怖い、うわそういうのがありましたよ。あれ怖かったっすねマジで。それはどんな感じだ。危険やよな。えそれはどんな感じだ。受けるの。いや受ける時もありますし、もうただただちゃんとギターをしっかり弾いて、うわかっこいい最高みたいな時もあるんですよ。あ、人によってアプローチが違うねや。そう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 。もうあれ恐怖でしたね。はあ。なんかそのギターがあって、でそのギターにみんなサインしていこうみたいな感じで、うんうんうん、それはなんかその新郎新婦の記念品にしたいと、うんうんうん、でみんなそこにサインしてギターサインだけやと思ってたんですよ、うんうんうん、だからそのサインしたギターがもう悪魔と化してさあギタール弾いてみろ歌ってみろみたいな。怖いな。俺そこで何ですか、乾杯の挨拶先にしてたんで、おうこれは俺はないな、やったーと思ってってたんですけど、司会がねガンガン来るんですよ。いわりなんかやれみたいな、はいはい、乾杯の挨拶は友人代表の挨拶かとかしてて、いやむずいわ友人代表挨拶とか。友人代表挨拶もねほんまむずすぎるわ。結構やばかったっすね。いやでもお前いける方やろ結構。いや猪狩君いけるやろ。たくま君もいけるやろ。いや俺はもうなんかホームランか三振かいやでも なんやろな、大丈夫やと思うな。いやでもねドキドキする。あれまあ別に言ってもいいと思うんですけど、それ去年コールドレインのマサトってたら結婚して、うんうん、で結婚式行って友人代表の挨拶が僕とシムのまあ2人だったんですよ、うん、2人でやんの。2人で。ああほんなんまだいいな。2人だったね。いやでもどうまいいやでまあになんかなどういう風にするとか相談しても知らないよみたいな感じなんですよ。ぽいな全然なんかなんて言うの、どういう話すんのって聞いてんのに、いやまあその時の感じでぐらいしか言ってくれないんですよ。なんか知らんけどそれでもほんまは食ってんの。いや知らないです、わかんないです。ほんでなんかご飯食べ出したぐらいの時にねえねえ本当にどうするのとかって言ってきて、ああそういうタイプか
え、どうするのどうする、考えてないで俺とかって、なんかあるんちゃうんとか言って、え、ないよみたいな、どうするどうするとかって突然焦り出して俺ら。え、大丈夫大丈夫。なんなんもうアホなん2人とも。でも2人にしたせいでそうなんねんな、多分。多分そうなんだ。そうやな。そうそうそう。もういきなり焦って、もうなんとか切り抜けましたけど。でも猪狩のそのシーン何回か見たことあるけど、マジですか、大体良かったけどな。あ、マジですか、いい話も笑いもあって、お前得積んでるやんけみたいな。ああ詰めてた俺も。ちゃんといい笑いもあるしみたいな。いや、受けたこともあるけど、もうイップスになるぐらい深く滑ったイップスになるぐらい滑ったっていうのもあるから、なかなかな、あんまり大振りせんようになったかな。いや、ああいう時マジでな、司会が大事やねん。もう司会者が誰かやと、そう、司会が結構突っ込む人とか、おい、おもんないぞとか平気で言ってくれるような人とかやったらちょっと楽な、せやねん、もう全部こう、どうしたんとかやってくれたらもう全然いけんねんけど、誰でも、はい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 、視界が硬ければ硬いほどむずいよね。そうやね、大変ユニークな方でそっちのね、視界業の、視界業の人ね素晴らしいお話を本当にしてくださいました続いて続くな、続くな、待て待て、色手、元色手さっきの変な話と変な感じになったやつ色手みたいな。いやあれ結構緊張しますよね。あれ緊張するよね、うん、そのギターのやつは誰が跳ねたの、その時は。それはね、ギターの演芸、メンバーのコールドレインのメンバーの横地っていうギタリストが、あのラビニューって曲あるじゃないですか。ラビニュー。あれをギターのインストで、もうめちゃくちゃかっこよく弾いたんですよ。本当にそんなんあるって俺らも何も知らんのに、その場で、なんか、ああ、練習しててよかったこれ、みたいな、弾けんねんこれ、みたいな感じで、こいつバリかっこええやんって。かっこええ方や。みんなわーって言って、いいなぁ、そう、かっこいい方でも、かっこいい方や、何のために練習してたやろなどこで披露するつもりやったそう、そういうの、うん、ありましたね。おれえ、どうやって、誰なんやったっけ、スーパービーバーの渋谷もなんかやらされてた気がするな、忘れたけど、でもなんか横地結婚式系、そうそうす、あ、その日に結婚式系はほんまにもうなんか浜風でホームラン出えへんみたいな感じのどうしても打率落ちるよね、難しない結婚式で基本、うん、あの面白いこと言おうとしたときに難しい、ほんま難しい ね難しいね、全部を味方にとか、流れもこう、あと構成とかも難しいのよね。うん。だからなんか雑多に呼ぶとか、もうほんまにやばいもん。人を雑多に呼ぶとか。あれ去年やったかな。俺友達の結婚式のサプライズ式ってやってんけど。うん。サプライズ？もう結婚式やれへんって言ってたよ、友達が。はいはい。でも、やったら楽しいやろなと思って、飯食いに行こうって言って、飯食いに行ったら、途中から俺がちょっと目隠ししてって言って、目隠しして行ったら、ある部屋に、なんか、その、友達とか仲良い人をみんな呼んでて、で、サプライズで結婚式やるっていう。うわ、めちゃくちゃいいやん。めっちゃすごい。おい、怒れよ、猪狩。いや、もう、ごめんなさい。普通にその先の話聞きたくなって思った。得どころの騒ぎちゃうぞ、これ。大得。
神やと思う。それはなんか神ですね、ゴッド。今から新郎新婦入場するからとりあえず着替えてこいって言って、着替えとかも用意してて、え、それ高橋さんが仕切るんですか、その流れを。うん、うわで、うわなんで着替えに行ってなんかメイクしに行ってる間にこっちで抽選ボックスみたいなのがあって、全員今までもう今日のは聞いてなかったと思うから、もう来てくれたみんなにも感謝やけど、こっから名前出た人だけいろいろやってもらわなあかんねんって言って、引いたら、新郎新婦入場の時のいとこの役みたいな、え、あのなんか式場にこう入場してくる時にちっちゃい子が手持ってこう入ってくるの、いとこの役はあなたやってくださいみたいなんで、いとこの役をおだ、まあ、基本だからその場で決まってるからもう、はい、何やってもおもろいみたいな、うんうん、で、なるほど、誓いの言葉の神父さんの役じゃあバーって弾いたら、友達のお母さんがたまたま来ててんけど、お母さんやってくださいみたいなんで、お母さんにあの聖書ないんですいませんって言ってコロコロコミック渡してコロコロコミックの間に誓いの言葉俺が書いてる、そんなんもやって、読んでとか、めっちゃ似てるね、それ。歌歌っていくとかも、この歌まあテントウムシのサンバ2人でみたいなんで、誰々と誰々とか、あ、なんか泣けますね。でその場でやっていくみたいな。ほんでメインが、俺が考えたショートコントを抽選でになった急なコンビが3組ぐらい練習して やるみたいな。余興で誰がおもろかったかみたいなのを決めるみたいな。ああ、はい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 。で、最後は新郎新婦の挨拶はもうその場でやってくれみたいな。うわぁ、すげぇ。それをなんかめっちゃ喜んでくれたな。泣けるな、それは。でもなんかそのパッケージやった時に、これ、もう世の中の人にやってもらいたいなっていうぐらい、なんか、ビシッときたんよ。なんか、あ、この抽選で全部の役割が決まっていくみたいな。だから挨拶、新郎挨拶ってちょっと重いけど、挨拶の後になんかテントウムシのサンバ30秒歌うとかやったらまだそんなにハードル高くないやん。うん、確かに。このハードルを見極めてこうお題を作っていってやるっていうシステム、これは世間の人がやってもおもろいんちゃうかなって思ったけどな。てかもう、これ自分の結婚式それでやりたい。なんか全員思い出残るよね、その方が。うん。なんか、誰もそんなかけんよ。その、女側の、うん、参列者の方と男側の参列者の方とかが一緒になったりもするじゃないですか。うん、うん。協力してな。はい、それで結婚式のグルーヴが高まりますよね。そう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 。ね、盛り上がるわ。そう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 。ほんで、みんなでなんか会費みたいなの集めるやん。はいはい、で会費集めて、その時にその使ってたそのパーティーのとこからホテルのスイートルームに移動してもらって、そこの部屋ももう借りてて、ここに泊まってくれと。うわー、すごいな、もう。ちょっとそれ。僕の時もやってもらえます？うん、任しとけ。もうやってくれる。やってくれるぜ。もう今まで我々が積む積まへん言ってた得は得でも何でもなかったな。アリンコみたいな話やったな、いがり。全然競争する相手が違いましたね。違ったな。だから高橋さんってそういうなんかそういうの考えるの俺すごいなと思うんですけど、誕生日のプレゼントとかも最近ずっとシゲオボーイズではプレゼント革命っていうのやってて。何それ。で予算決めるやん。例えばこれ、たくまくんが今度誕生日ってなったら、じゃあ3万って値段を決めて、みんながそれぞれたくまくんが喜ぶようなのをまず考えてくるのよ、探して。で、当日にたくまくんの前でみんながそれをプレゼンするんで、僕考えてきたのはこれでこんなこんなんで、うんうん、で、それぞれ全員がプレゼンして、たくまくんがほんまに欲しいやつを選んで、それを
買ってプレゼントするっていう。なるほど。素敵やな。素敵や。これほんますごいっすね。いや、これはな、マジでもうほんまに世の中の人みんなに真似してほしいシステムやねんけど、うん、うん。誕生日プレゼントほど失敗するもんないのよ。はいはいはい。うん、例えば3000円ずつでプレゼントお互いみんな買って誕生日会集まろうなって言った時に、うん、もらう加湿器のちっちゃいやつとか謎のアロマディフューザーとか、はい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 、読みたくもない単行本の漫画とかもうほんまにいらんもんしかけえへんねんああいう時はい、はい、なぜなら資金がちっちゃいから、ええー、もん買われへんや、はい、まず。うん、はい。いや、もうそれやったらもう、くれん方がええわって、正直思うようなもんもある。ほんで、はいはい、じゃあみんなでお金出し合って、なんか一個、高いスニーカー買おうか。うん、これもええねんけど、はいはい、うん。これって、誰か一人だけ、何にするか考えてる人がいて、買いに行ってる人がいて、ああ労力が分散してしまうんだよね、はいはい、うん、お金だけ出して同じ顔してるやつがおるわけよ、ああ、うん、おめでとうってこう手添えてるけどこいつほんまは何もしてへんってこれも俺違うなと思ったから、ああじゃあ3万円やったらみんながそれぞれその人にあったプレゼントをプレゼントしたら、はい、今もデジタルで何でも買える時代やから、はい、もうそのまま一番欲しいものをプレゼントできるっていう。めっちゃいい。いや、これマジでいいの、ほんま。これ、例えば西大さんの誕生日やったら、例えば一人1万円ずつぐらいで、で、3万円のもの探すみたいな感じなんですよね。そう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 。西大の誕生日何あげたっけ、うん、僕。え、忘れてる。忘れんなや。去年ほんまに忘れてるやん。ここのキーは覚えてることや。今までの話台無し。でもなんでこのプレゼント革命が誕生日革命が始まったかというのは覚えてるんですよ。そのきっかけ。うん。僕何が高橋さんじゃあのルームバイクみたいなあの運動不足やからありますやん、うん、あれを高橋さんにプレゼントしたときにこれマジでこれマジでいらんねんって言われていやこの子ぐらいにプレゼント革命っていうのがアイデアが出てきて、なるほどね、あれもらったときにいやもうこれ逆に家賃の一部分を使ってこれ置いてるからもう 逆になんで迷惑料欲しいぐらいの傘やでかいしね、でかいし、うんうんうん、なるほど。からえ誰が一番誕生日近いんやろ。8月14日。えいつって。8月14日。あもう間もなくですよ。わこれやりましょうよ。やろう。2週間後ぐらい。これマジでやろう。たくまくん。何これ。もうプレゼント革命やらして。プレゼント革命。もう次回やな、多分。もう。俺と西大と猪狩くんが、うん、じゃあいくらずつ出す？プレゼント。700万ぐらい。お前2100万の何が欲しいんじゃい。ジャグジー付きのマンションかい。おもろいやな、物件、ただの物件ずっとここでプレゼント。何丁目の角のね、西日が入りますよ。プレゼンすんの。いくらにします？俺1万円。うん。西大5000円、猪狩くん5000円で、2万でどう？おお。すげえ。マジで？マジで？2万円以内のプレゼントを次回考えてくるのよ、はい、いや悪いし俺も5000円出すわ。変ななるわ。違うよ、割り勘の仕方分かってへんな。さっきの話の時トイレ行ってたからそうなの。アーカイブ見てくれルール。
あ、外部見るわ。あ、だから俺1万円、西大5000円、猪狩君5000円の2万円以内のプレゼントを、これもマジでボケとかいらん。ボケいらねえ。これほんまに、うん、マジでたくま君にこれ今あげたら、うん、めちゃめちゃ使いそうやなっていうやつを3人プレゼントします。で、一番欲しいやつをそのままネットで買います。ほんで、もうプレ誕生日プレゼントで送る。うわ、嬉しい。これが誕生日プレゼント1グランプリです。なるほど。よっしゃ。ちょっと、ま、ちょっと待って。はい。ルール。うん。普段はこのルールでやってんだけど、はい、今回はやっぱりこう、配信してるから、はいはいはい、一番しょうもないプレゼンした人だけ、なんか罰ゲームとかにする。これはほんまにいらんみたいな。俺自信ないわ、マジで。ごめんやけど、これはマジでいらんわっていう。そうですね。せっかくですからね。たくまくんがな、欲しいと思うね。あの、5本指ソックス100枚送りますとか言われたらいらんやん。ちょっと、その、少しぐらいヒントもらえないんですかね。なんか。いや、これはなしです。ヒント。何にもなし？うん。その、まあ、この普段喋ってる感じから、まあ、そうか、読み解く。そうか。たくまくんの欲しいものを、5000円のこれはマジでむずい。5000円のカセットだけはやめてな。5000円のカセットはやめてな。何のカセットかわからんやつ。ちょっと待ってや。2万円って結構なもん買えますもんね。結構丁寧。丁寧。そう。ね。一番欲しいやつを俺が決定するってこと。これもし、そう。はい。罰ゲーム該当者なしはいるんですかね。もう脱線は選ばれる。せやな。一応優劣はつくから大丈夫ですか。まあね、欲しいけど最下位。逆になんかまあ無理かもしれんけど、そのベベの人はそれを買うて、例えばこれ二人世界見てる人に。プレゼント自腹で買うて、それでかも。いやでもそしたらもうそいつ2万5000円の出費ですよ。5000円たくまくんに出してるし、それ2万円するから一人で買って2万5000円一人で。あ、これさ、俺今2万円設定にしてんけど、はい、そのなんていうの、そのバンドマンの感覚として先輩の誕生日にプレゼント渡すとかマジでないんすけどみたいなあったら言うてや。ないですよ。あ、ないやんな。もう全くない、ないない、全くない。メンバー同士はまだあるかもしれんけどな。嘘。あ、うちは毎年買いやってるから。嘘やろ。うーわ。俺メンバーの誕生日なんか知らないです。あのメンバーみんな誕生日近いね。ああなるほど、7月、あ、8月、8月、9月。あー、マジかい。だからほな、猪狩君は普段は絶対やれへんやろうけど、はい、まあ、これはもう企画としてやってやじゃん、うん、いやこれは、いやてか僕すごい前のめりでやる気ありますよ。オッケー、すごいやってみたい。楽しそうやな。おっしゃ。じゃあ次回の、配信でプレゼント1グランプリとアメトーク反省会やりましょう。あ、わかりました。あ、オッケー。そうですね。あ、てかもう2時間も経ってんのか。そうやね。あっちゅう前やで今日。早いな。今日はずっと6000人ぐらい見てくれてました。ありがとうございます。たくまくん。何がいるんやろな。いや、そう。ひげ剃りかな。うーわー。何に、どういうのに寄せるかって言ったらね、ほんま、何に。そうっすよ。
でそれこそ何に寄せるかやんの。音楽とかに寄せんのか。うん。うん。そうそうそう。それちゃうでゴリラ。いやいやすごいだ。ゴリラ。砂。砂ってそんな短い突っ込み。砂って。一番便利な言葉です。砂。わ楽しみやなこれ。楽しみ楽しみ。いいですよ。じゃあ来週の木曜日はそうかアメトーク終わるの12時半やもんなあれ。これ大阪関西はもっと遅いんですよ。時間チャンスはね。そうかほんなら木曜日はあかんな。金曜日か土曜日か、うん、その辺で調整しようか。スケジュール見つつで、はい、ちょっとまだ分からないとこがあるので。もうすでにバナナとかストッパとか言ってる人いるけど。2万円分どんだけお腹壊すねんお前。しげお君にあげなあかん。すぐお腹壊すから。罰ゲームは、あ、そう、罰ゲームは罰ゲームは何してほしいかも、ちょっとまたよかったらコメントください。あ、なるほど、なるほど。うん。確かに、視聴者の人と全然絡んでないですもんね、これ。視聴者の方にコメントもらおう。コメント見てますよ、ちゃんと。もらおう、もらおう。セイロガン。セイロガンって書いてる人も。いや、ストッパです。あと、新しいスペースキー。ああ。回収してくれんな。なるほどな。ちゃんとみんな見てくれてんやな。じゃあ宿題も作ったところで今日はこの辺で終わろうか。はい、わ、はい、かりました。はい、あ、じゃあ俺か、ちょっと俺が流すの。そうですよ。でも言わんのダメですよ。またそうやな。じゃあ重雄君、あの使命のやつ残ってないのやろうよ。あれクイズ、うん、やりたいやりたい。あんの、たまたまノートよう残ってたわ。ドリームノートみたいなやつやん、それ。ほんで色え、ほんならこれのクイズが正解ってなったら流したらいいんですか、これ。いや、それがさ、あのクイズ作ったのがさ、はい、もう4月のさ。あれすごいよな、だからすごっ。2人世界の歴史でもあるからな。確かに。ちょっと待ってよ。うわ、途中一回あのアマビエ書いてる日ありますんで。ビートルズ書いてた時もあったから。あったなぁ、それ。あれ？ああ、やっぱなってきたなもう。おめでとうや。あったな、それも。あったな。あった。ドッキリとかやってましたね、そう。あった。クイズあった。どれが出してへんか分からへんな。な。いや、これ出したような気すん。出してんのかな、これ全部。え？じゃあ。社会問題の10。いや、ないね、そんな。用意してへんねん。じゃあ、え、これやったかな。オジー・オズボーンの20。え？やってないですね。やってないんじゃないですか。うん。あ、じゃあ、これを本日最後のクイズにしたいと思います。ほう。オジー。メタルのカリスマ、はいはい、オジー・オズボーンがステージ上であることをして直後に入院しました。あ、俺分かってまうかも。すごいすごいすごい。大好き、大好きやから。俺最後でいいわ。一体何をした。俺最後でいい。ステージ上であることをしたんですよ。オジーオズボーンですよね。うん。どんなことしてたっけ。
やっぱ知ってんねんな。なんか、何やろ。車でドーンって突っ込んだ。そら入院するわ。ブーブーか。なんか昔なんか、自分家に車で突っ込んでたんですよ、おじいおズボン。そういう系なんすか、そういう。自分家で。なんか MTV で、おじ、なんか MTV でおじいの家みたいな番組やってて、それでなんか突っ込んでた気がするんですけど。なんや。いや、もう、むちゃくちゃ。組体操的な。おじいおズボンって、むちゃくちゃな人なんですよ。もう。本当にもう、何してんのこいつっていう方なんですよ。その、まあ、むちゃくちゃな仲やったことです。俺ヒント言ってみていい？はい。そのヒントが、辻褄っていうか、合ってたら、うんってなるよね、多分、重雄君。はい。はい。スターリンみたいな感じで、うん。その内容が。スターリン、バンドわかる？はいはいはい。あとはオジー・オズボーンって結構悪魔をモチーフにしてて、はいはい、もう悪魔と契約して俺はバンドやってんだみたいな感じの人やん、うん、そういうところによぎるとこある？はい。あ、じゃあ俺多分もう分かる。これ多分正解してんの？多分正解してます。はいはいはい、西大。その今の悪魔みたいなとこから、ほんまちょっと小刀みたいなナイフで、こう、パーッと切って血を垂らして、出血多量、はいはい、で入院。で入院。それぐらいの、それも狂ってるやん。うん、もっと狂ってるわ。はい。悪魔やから、うん、悪魔やから、うん、もうなんか、生肉とかガーン食べて、うわお腹壊して入院した。来た。ああ、来てる。違う。違う。来てるよ。え、違う。来てる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 。惜しいんですか。惜しい。もうほぼ。もうほぼほぼほぼです。え。さあ、何の肉を食ったか。何の肉を食ったか。え。え。そこにもうヒントはもう悪魔ぐらいしか言えへん。悪魔っていうか何というか人間の肉。いや、捕まるわ。病人と違って警察署やそれ。ちょっと待って、入院ちゃうわ。ワニ見た、ワニの肉。ああ、もっとなんか、なんか悪魔信仰みたいな。そうそうそう。悪魔って何食べんの？ドラキュラ。はい、チーズ。うわ、はい、人間の生き血を吸った。ああ、違うなくて。コウモリの肉。コウモリの肉。正解です。なるほど。正解です。気持ち悪い。キモ。正解はステージ上にたまたまわーって飛んできてんで、コウモリが。え？ほんで、それを。なんかスタッフがこれ演出でやったやつなんかなと思って食ったら大量の雑菌入ってそのままに。うわ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 。いや、もう悪魔とかデビルとか言ってちょいちょいコウモリをモチーフにしてるまあでさえそんなことはせえ。確かに。絶対せえ。やっぱおじい、おもろいよね。ああ、やばい。すごいな。おっと。I come よ。これめっちゃいい曲。ママ I'm coming home。 オジオズもみんなちょっと聞いてみて。イエーイ。訳すと、ママ
私は家に帰ってコウモリを食べるよ。ママ、私は。ママ、私はコウモリを食べるよ。ねえ、見て、ママ。ねえ、ね、見て、ママ。コウモリ食べるよ。お箸で手を叩いてね、ママ。叩いて、ダメよ。入院しちゃうよ。つって、怒ってね。今日神回よ。曲も、歌も聴けたし。ありがとうございます。最高。ありがとうございます。ちなみに、このクイズ作った日は5月10日でした。すいません。そっから3ヶ月。ほんまや。眠らせてしまった。ほんまや。またやろう。またやろう。はーい。OK。じゃあ次は来週。どっか。どっかで。うん。週末あたりに。うん。プレゼン企画。よし、考えるわ、たくまくんのプレゼント。俺も考えよう。はい、よし。というわけで、今日もお送りしたのは、たくまと、しげおの、二人世界。はい。Goodbye. Yeah, good boy. Goodbye. じゃあまたねー。ありがとうございました。ありがとうございました。